特に福島の場合は原発の事故がありましたから、本当に日本人の人たちがどれだけ、この東日本東北を応援してくれるか、福島を応援してくれるかだと思います。で、一人じゃやっぱり生きていけなくって、つながってるって絆に安心感だとかね、幸せ感じるんで、そう思ってやはり支援をしてくれるっていうのは長続きして素晴らしいことだと思うんで、まさに太郎ちゃんそれやってくれてるんで本当に嬉しいんです。皆さんもよろしくお願いいたします。本当に大変な生活をしている中でもね、皆さん明るく、元気にやられてて、今回ぜひ福島から、こちらの方に来てくださいということで、今日はバスに乗ってきて、その中でもね、何かちょっと紹介したいと思いますので、ステージの方お願いします。熱い、復興支援ライブになりましたので、高島誠さんに、ご出演いただいて、まあ、奥地、ね、代表が本当に熱い思いで、去年の、10月でしたっけね、私は議員会館にお越しいただいて、埼玉でぜひともやりたいんで、田村さんも出てくれと、阪神・淡路の大震災の時にですね、彼とやはりチャリティーライブをやったんで、やっぱり福島の応援をしていただく、そういうライブなんで、手伝いができればなということで、お邪魔をさせていただきました。久しぶりに歌いました。